はい、どうもです。今回はですね、こちら、縦縞巾着台っていう食材ですね。多分ね、みんなね、うわ、なんとなく水族館で見たことある気がせんこともないみたいな、まあそんな魚だと思うんですけども、この魚ね、島のそこら中にいて、いつか食べてみたいと思ってたんですけども、今日はね、ちょっとね、撮ってみました。ちなみにですね、観賞魚としてはね、すごい高いお魚でして、生きたまんまこれを買おうとするとですね、皆さんやばいですよ。2万円します。そしてですね、魚として競りに出してみるとですね、まあ50円でしょうね。まあそんな魚なんですけども、今日はですね、久しぶりにね、がっつり素潜りしてきたんで、素潜り漁の方から、まずはご覧ください。はい、というわけでみんな大好き水中映像なんですけども、今日はかなり長尺です。というのもですね、いつもね、水中映像2、3分だと思うんですけど、実はですね、4時間ぐらい潜ってるんですよ。今日はね、いつも見せてないところまでお見せしようかなと思います。そういえばウミガメが映ってますね。はい、ということでまずは水中銃のゴムを引いていきます。これね、結構硬いんですよね。全身の力を使ってセッティングしていきます。さて、とりあえず魚を捜索していきます。最初の方が体力があるんでね、僕はね、なるべく最初は深いところからね、潜り出します。ここも水深18メーターぐらいですかね。島一番の高級魚、コクハンアラを発見しました。こいつは絶対に逃したくない。コクハンアラは警戒心が強いので音を立てないようにゆっくりと近づいていきます。なるべく近づいて狙いを定めてヒット。いや、これ当たったやろ。そう、こんな感じで今までね、ミスショットを出してなかったんですけど、水中銃って当てるのがめちゃくちゃ難しいんですよね。まあそれもあるあるですね。そして次に狙うのはなんだ、アジアコショウダイがいますね。この魚は警戒心が弱いので自分から近づいてきます。ヒット。アジアコショウダイなんてね、あんまり聞き慣れないと思うんですけども、この魚はね、結構ね、刺身にしても塩焼きにしても何でも美味しいんですよね。ただ寄生虫が入っていることが多いんで、結構安めの魚です。そろそろ高い魚がね、取りたいですね。さて、今度は水深15メーターほどでしょうか。ようやく海底に到達しました。海底にはまたアジアコショウダイがいますね。今回も油断しているところを狙いましょう。頭をつくべく狙いを定めていきます。ヒット。リプレイを見てみましょうか。うわ、完全に見切られてますね。この15メートルまで潜って何も取れなくて上がっていく時の悲しさよ。この時が一番悲しいから。さて、気持ちを切り替えて次狙っていきましょう。潜行開始。今度は結構浅めですね。おそらく水深7、8メーターといったところでしょうか。岩の下の魚を狙っていきます。2匹魚がやってきましたね。こいつは石垣ダイ、高級魚です。ヒット。この魚もね、警戒心がないんで、あんな感じで近づいてくるんですよね。近づいてきたところを僕らが仕留めます。穴の奥に帰るとめんどくさいので引き出してから上がります。こちら石垣ダイですね。この魚が取れれば、まあ時給1000円ぐらいにはなるんじゃないかな。よかったよかった。さて、次は何を狙っていくのでしょうか。岩の中を必死に覗いていますね。マサル視点を見ていきましょう。何やら大きな魚のヒレが見えます。とりあえずぶっ放してみますか。ヒット。これはでかい。フエダイですね。フエダイはですね、日本屈指の最高級魚と言われております。
日本食好きな人とかはね今興奮してると思う。フエダイじゃんみたいなそんぐらいのねあのめちゃめちゃいい魚です。そしてでかいですね。4キロぐらいありますね。でねかなり力が強い魚なんでもう締めるだけでも大変でしたね。さて今日はなんとかねいい魚が取れましたね。よかったよかった。さてまだまだ終わりませんよ。なぜなら4時間潜ってますからね。はい、次は何を狙っているのか。白い細長い魚がいますね。こちらはおじさんの一種で、大筋姫路っていう名前のお魚です。このタイプのおじさんはまだ食べたことないんでね、いつかこのおじさんも食べてみたいですよね。結構大きくて1キロ超えてましたね。そして競りに出したらアジアコショウダより値段が良かったです。粉つくの簡単なのにね。さて今度は何を見つけたのか。潜航開始。岩の上に石垣台がいます。狙いを定めてヒット。こちらは 1.5 キロぐらいの石垣台ですね、まあ、一番美味しいサイズってやつですよ。競りでも結構いい値段で売れてましたよ。そしたら脳天締めして血抜きをしていきます。これやるかやらないかでね結構やっぱりね身の色とか変わるんですよね。そしてついに本命来ました。縦縞巾着台をついていきます。皆さん縦縞巾着台が見えるでしょうか。青い顔の魚です。それでは狙いを定めてヒット。縦縞巾着台もかなり警戒心の薄い魚でしたね。派手な模様がもしかしたら警戒色になってる、そんな可能性もありますね。近くで見ると意外とねいかつい顔してますよね。なんか縦縞巾着台ってこんな顔してたんですね。僕も初めてこんな近くで見ましたよ。それでは取れた魚をまとめて船に上がっていきます。よいしょ、上の石垣台アジアコショウダイ。帰りましょう。はい、ということで戻ってきたんですけども、縦縞巾着台長いからもう縦金でいい。他の魚たちは普通にね競りに出しました。アジアコショウダイがね安すぎてビビった。自分の工場で加工して売ればよかった。失敗した。まあいいや。ということで今日はですねこちらの縦金をねさばいていくんですけども、こちらの魚ね何が有名かと言いますと、幼魚がめちゃめちゃ可愛くて、ダイバーの人と話してて、何の魚が好きなんですかって言ったら、縦縞巾着台の幼魚かなとか、笹波ヤッコの幼魚かなみたいな。マジで全然わかんないと思うんだけど、そんな感じで本当にね青くてね、なんか幻想的なねすごい綺麗な見た目してるんですよね。ちなみにですねこちらの魚雑食性で、もうサンゴとかもね食べたりするみたいです。でこういう雑食系でサンゴまで食ってる、海藻とかも食べてる、こういう魚は臭い可能性が高い。ただこういうやつの中に時々うまいやつが紛れてるんですけど、今日はどっちでしょうといったところで早速観察していきましょうか。はい、こちらが縦金ですね。もう魚はですねこっちが頭を上として考えるんで、僕らからしたら横に見えるんですけど、まあ、こういうことね。そう、頭が上で尻尾が下って考えるんで、こっち側が縦縞なんですよ。ただもし横縞の巾着台だったらこっち向きにね線が入ってるはず。これね魚のルールです。全部そうなってます。で縦縞巾着台ね取ってみて分かったんですけど、ここ顎に何かねトゲがあるんですよ。調べたんですけど何のためにあるのか分かりませんでした。でそんなに鋭利じゃないです。あんま危なくない。口はね意外と恐ろしい見た目してます。雑食性の口って感じですね。何でも食えそう。でお腹がねなんか触った感じすっごいパンパンなんで、多分ね俺の予想卵が入ってると思います。卵か白子。この縦金はですねなんか蝶々王とかにねすごい似てるんですけど、蝶々王とかとは違って、まあ、似てるもので言うと皆さんご存知な六千ヤッコとかサザナミヤッコとかに、ね、似てるんですよ。今日縦金が美味しかったらね、サザナミヤッコと六千ヤッコもね手を出してみたいなと思ってます。こいつらめちゃめちゃいるのに誰も食べないからなんでなんやろうと言ったところでねやっていきましょうか。ということで早速調理していきましょう。さてまずは鱗落としていきましょう。鱗どうなってるんやろうな。身も青いのか鱗だけが青いのか。あー鱗意外と取りづらい。
外と鱗しっかりしてるわ。包丁だとね、取りづらいですね。あ、これだったら取りやすいわ。え、待って、鱗白いんだけど。見てみんな。え、こいつ珍しい。皮が青いタイプや。だいたい魚ってすごい奇抜な色してても鱗に色があるみたいなことが多いんですけど、タテキンは身が青いぞ。あ、まあまあ取りやすい方の鱗ですね。うわ、全然味が想像つかねえ。どんな味なんやろ、気になる。刺身でもなんかワンチャンうまそうにも見えるし、まずそうにも見えるし、わかんねえな。よし、オッケー。はい、それでは綺麗にしていきましょう。ね、みんなこれすごくない？青いんだよ。皮がこんな真っ青の魚いないよ。ブダイとかでもウロコが青いもん。すごいなこれ。ちょっとなんかいろいろ楽しみになってきたわ。はい、そしたらね、次はお腹の中を見ていきましょう。こいつが何食べてるか謎すぎて。うわ、硬っ。え、硬っ、なんだこれ。うわー、何食っとんじゃこいつは。あ、全然卵持ってないや。全部いい内容物だ。あ、でもそこまで臭くない。臭さレベルで言えば、まあ、悪くないぐらい。なんだこれ。あー、海藻ですね。ほぼ予想通りといった感じではあるんですけど、海藻食ってるんやね。で、ちょっとだけね、若干だけですけど内臓脂肪乗ってますね。で、普通ね、こんだけ海藻食ってたらめちゃめちゃ臭いんですけど、そんな臭くない。これだったらね、身もそんなに臭くないはず。はい、そしたら頭を落としていきましょう。で、今日はね、頭煮付けしようと思うんで、ちょっと大きめに頭を落としていきます。え、待って、身めっちゃ美味しそうだな。そしたら反対側にして、あー、でもすっごいエイリアンみたいだ。自然界でこの水色ないだろう。変な色してんな、本当に。はい、そしたらですね、頭割っていきます。骨は柔らかいんですね。この魚さばきやすいぞ。鱗も取りやすいし、匂いもないし。はい、こんな感じ。やっぱね、歯がね、特徴的ですね。おそらくね、岩についてる海藻をゴリってむしり取る感じのね、歯してます。魚はね、こうやってね、歯を見るとね、何を食べてるか大体わかるんですよ。はい、これは煮付けですね。うん、絶対美味しい。じゃあ胴体の方はね、血合いを落としてきれいにしましょう。お、なんだこれ。うわ、なんやこれ。変な身。初めて見る感じの身は。すっごい奥まで繋がってる。なんやこれ。卵持った時用の空洞なんじゃないかな。謎の空洞すぎる。はい、そしたらきれいにしていきましょう。はい、それでは3枚におろしていきましょう。これどんな身なんやろ。ちなみに縦縞巾着鯛はこの端の方にある鱗がっつり取ろうとしたんですけど、ここね、すんごいひっついてて取れなかったです。あー、入らない。包丁が入らんぞ。うわ、これむず。うわ、気持ち悪い。なんだこの感触。初めての感覚や。魚じゃないみたい。背中側も同様に落としていきます。この魚はね、かなり難しいです。よう分からんな。ここは切っていきましょう。見た目は石鯛みたいな感じ。結構美味しそうよ。反対側いきましょうか。じゃあ下ろしていきましょう。うわ、これむず。身が薄すぎて包丁入れるのがめっちゃ難しいわ。で、骨が硬い。よし、 OKOK。 反対側いこう。すごいなこれ。背骨だけでこんだけインパクトあるやついる。はい、それでは3枚おろしが終わったんですけども、ちょっとここでね、一旦匂いをね、嗅いでみましょうか。だいぶ臭いっすね。まあええわ。今日はね、このタテキン、せっかくなんでね、なるべく素材の味を楽しみたいんで、刺身でいこうと思ったんですけど、まあもうどうせ臭いって分かってるんで、洗いにして刺身で耐えます。そしてですね、頭を煮付けにしようと思います。で、ちょっと臭いから、霜降りからしよう。皆さんもね、スーパーとか魚屋行くとね、200円、300円とかでね、売られてるアラがあると思います。あのアラもですね、この霜降りをするだけでかなり匂いが取れるんでね、みんなね、煮付けとか、アラ汁とかするときは、この霜降りをね、ぜひやってみて見てほしい。簡単やから。 OK、 セット。火が強すぎる。はい、それでは沸騰したんで霜降りしていきましょう。魚の表面だけ火が入るぐらいに霜降りをしていきます。本当にこれやるかどうかで変わります。うわ、蒸気くっさ。水蒸気が臭いもん。うわ、やばさ。はい、それでは煮付けを作っていくんですけども、ここから適当です。ザラメ少々。あ、やばい、めっちゃこぼれた。最悪。料理酒少々。水少々。もういいでしょう。ここに魚をぶち込む。んで、これで火をかけていきます。しゃっか。
やばい、生姜入れるの焦った。まだ間に合う。まな板なんていらない。俺ね、最近気づいたんだけど、俺に丁寧な料理求められてない。普段の俺で言ってほしい。 OK。 ただ魚のポテンシャルは最大限引き出したい。アクは全部取ります。はい、煮立ったら醤油を入れていきます。でこの時注意するのは、その日にすぐ食べるんやったら結構濃いめにした方がいい。次の日食べるとかやったら結構薄味の方がいいですね。じゃあ全体に味が通るようにキッチンペーパーを上にかぶせてあげましょうね。これヒレ切った方が良かった。みんな縦縞巾着台の煮付けするときはヒレ切った方がいいよ。このヒレ長いよ。ヒレ邪魔や。 OK。 これで15分ぐらい待っていきましょう。はい、そしたら次刺身切っていきましょう。にしてもこいつ変な形してる。伝わんのかな。お腹のところにね、謎の筋肉があるんですよ。普通魚っぽに変な筋肉ないんですけど、うわー、マジで謎。とりあえず腹骨を落として、待って、腹骨の入り方がようわからん。ちょっと待って、腹骨が皮にくっついてるわ。これ落とせないタイプですね。これ多分こう落とすのが正解なんじゃないか。こうなんじゃないか。こっちもかなり身があるから、これも煮付けにすればよかったな。失敗したわ。次も腹骨を落としていくんですけども、あー骨が硬い。これ研いでる包丁でこんだけ入んないってさ、家庭用の包丁だったらもうまず入んないよね。うわ、ニザ大臭がする。はい、そしたら腹骨を落としましたんで、じゃあ血合い骨を落としていきます。この血合い骨も落としていく。はい、それでは皮を引いていきましょう。皮はね、結構ね、厚みがあって引きやすそう。こんな厚い魚失敗するやつ。硬っ。よし、OK。 わ、ここまで来るとうまそうやな。はい、柵になりました。これが縦縞巾着台とはね、夢にも思わないよね。めっちゃ綺麗。密室はね、本当に石台みたい。めちゃめちゃ美味しそう。でも臭い。ただ僕はですね、数々の臭い魚を食べてきてるんで、もうこんなん慣れっこです。臭い魚を美味しく食べる方法、それはですね、洗いです。まず塩を入れます。濃いめの塩水を作っていきます。またね、ちょっと氷水の方がいいよね。この中には身を通すと洗いになるんですよ。これでね、マジで匂いめちゃくちゃ抜ける。数々の臭い魚食べてきたけど、これで匂い抜けなかったってさ、ほとんどいないわ。見て、水がめっちゃ濁ってる。臭みが出てるんでしょうね。じゃあもういいかな。取り出していきましょう。これあんまつけるとね、塩辛くなりますんでね。見て、これ臭そうな汁。でさらにちょっと用心深いんでね、僕は水をしっかりと拭き取っていきます。もうめっちゃうまそうじゃん。ちょっと匂ってみましょう。あ、臭っ。マジか。臭すぎて笑ってしまった。あ、やばいやばい。ここまでの処理をして臭かったことがなかったんで、ちょっと笑ってしまいました。バリ臭いですね。まあ、臭かったら臭かったで、臭いところまで愛してあげたらいいだけ。刺身にしていきましょう。うわぁ、なんかこんだけ臭いと逆に楽しみやな。どこまで俺を喜ばせてくれるんだ、臭さで。今日は珍しく盛り付けするところまで見せちゃおうかな。大葉はね、本当にね、一枚売りで売ってほしい。こんなに使うやつおらんて。大葉ってそんないっぱい使うもんじゃないやろ。反対向きだから意味がわかんねえな。はい、そしたら完成です。いつもご飯を食べた場所は床が抜けたのでやめました。ここになりました。はい、ということで完成しました。いただきます。この黒糖醤油を使っていただきましょう。概要欄の URL から買えますので、ぜひ。じゃあまずは刺身からいきますか。楽しみ。おお、だいぶ臭いね。くっさ。あんな頑張って作ったのに臭すぎて笑けてきた。あんだけ海の中で血抜きして、氷締めもちゃんとしっかりして洗いにして、なおここまでの臭さを保てるのか、すげえな。くっさ。醤油べっちゃべちゃにつけよう。くっさ。普通さ、なんかさ、臭いやつとかまずいやつとか辛いやつってさ、一旦食べてさ、うわっ辛っとか後から来るやん。こいつはね、ノーモーションで臭い。口に入れた瞬間に臭い。どんな臭さかっていうと、ちょっとアンモニア臭い感じですね。多分ね、熱入れればある程度匂い飛ばせる感じですね。こいつは臭えわ。くっさ。こういう臭いのは最初くっさーとか思うじゃん。ずーっと食ってたらもう4キル目ぐらいになると鼻が麻痺して言うて食えるようになってくる。
ああ、大丈夫大丈夫、もう鼻がバカになったわ。もうね、なんかね、いろんなね、美味しくないもの食べすぎて結構こんな薄い反応してるんですけども、縦島巾着鯛、皆さん、これかなりまずい方ですね。本当にまずい魚の中の5本指に入ってくるぐらいまずいですね。超まずい。一口目臭すぎてえずきそうになったもん、笑ってたけど、そんぐらいまずいです。縦島巾着鯛絶対に取らない方がいいね。じゃあ煮付けも行きましょう。煮付け結構生姜入れてさ、できたやつを匂ったの、とんでもなく臭かった。いただきます。まだ俺の鼻バカになってなかったぞ。これやばいね。ちょっと気合いるぞ。いただきます。これは笑えない。やばい。まっつ。口の中に猫のしょんべんぶち込まれてるぐらいの感じ。超臭い。正直人間のしょんべんはそんな臭くないや。猫のしょんべんぐらい臭いぞ、これ。やばい。しかも残る口の中にまだ臭い。やばい。これ本当に臭い。今まで食った魚の中で一番臭いぞ。これいっちゃまずいわ。なんで？これ頭の部分は臭くないやろ、さすがに。いただきます。ちょっと食べてみるわ。あー。鼻がバカになってもうようわからんわ。臭いなぁ。あ、やばい、これ臭すぎる。はい、それではごちそうさまでした。はい、ということでね、縦島巾着鯛、なんでこんないっぱい島におるのに誰も取らないんやろうと思ってね、食べてみたんですけども、これはね、絶対に取ったらダメですね。破壊的にまずいです。でね、最近のね、マサルの近況なんですけども、みんな推しの子ってアニメ知ってる？なんかね、友達がこう永遠に進めてきててさ、そんな見ないしなぁみたいな、その中で流してたんですけども、しつこくもう言われたから、じゃあ見てみようかなと思ってネットフリックスで見たの。そしたらやばい、推しの子やばすぎる。1話が90分あってめちゃめちゃ長いんだけど、もうね、本当にね、演出も歌もキャラとかもなんかもう全部すごくて、アニメで初めて泣いてしまったわ。もうめちゃめちゃすごくて、最近はね、愛推しになってます。アニメ見るイメージないと思うけど、もう推しの子、そっからもう漫画全部買ってしまったもんね。めっちゃ良かったわ、あれはね。マジですごい、めっちゃ感動して、これを誰かに伝えたいわけよ。みんな見ていて、マジでやばいから、アニメってこんなすごいんやって思ったもん。アイドルっていうね、YOASOBIさんが歌ってる歌があるんですけど、もうそれ永遠に聞いてるわ最近。まあ、こんな感じでね、縦島巾着鯛はね、あまりにも美味しくないんで売らないんですけども、まあ、いろんな魚ね、水産工場で加工して売っておりますので、島の魚が気になる方はぜひ概要欄の URL からね、チェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、実はですね、漁師の夜明けの公式 LINE があるんですけども、友達追加してくれるだけで毎月23日抽選5名様の方がプレゼントをもらえます。本当に友達追加するだけなんでね、皆さんね、ぜひね、追加してみてください。それでは。